はい、こんにちは、さきとルです。本日はですね、2022年9月の21日ですね。えー、今日今収録をしているのはですね、ちょうど FOMC が始まる、もう6時間ぐらい前、えー、ということになるんですけれども、9月 FOMC で大幅利上げになるかあ、株価はビットコインは、えー、ということを少しあの公開の動画の方でやっておきたいなというふうに思ったんですけれども、最近のですね、フェデラルの交換の発言だったりとかっていうのを見ていくと、インフレを抑えるためにはですね、株価を多少犠牲にしてもしょうがないみたいなトーンというのが結構出てるんですよね。えー、ということでいくと、QE、あの、QE をやめてですね、QT ですね、あの、 的縮小っていうのをキューってやって株価の方がドン下げしてたらですねこれどうなるだろうっていう風なところっていうのがやっぱり市場の興味なわけなんですけれども個人的にはねそこまでですねその量的の引き締めをすることにはならないんじゃないかとはですねあの思って ていますあのすみません、見事に外れるかもしれませんので <laughs> あの、FOMC になった瞬間、ですね今回1%利上げになったりとか、1.25%みたいな、とんでもないサプライズが入って、ですねめちゃくちゃ QT をするかもしれませんので、あのそれはですね単なる1人のですねそう思ってる人がいるという程度で、もうキリストと言っていただいたら大丈夫なレベルの話なんですけれども、まずですねあの利上げをする前提っていうのは、要はそのインフレがめちゃくちゃですねその進んでしまうってことですよね。まあ、cpi のですね8月だったりとか消費者物価指数の のですね8月っていうのは前年比つまりその2021年の8月に対して2022年の同月8月がですねもう8%以上物価の上昇率、えー、ということになってたわけなんですけれどもまあ、どっちかというとそっちの中身ですよねあのいわゆるコアって呼ばれているそのガソリンだったりとか肉みたいなその変動が激しい連中っていうのをどけた長引き安い方のインフレ指標の方が上昇してきて肉とかはですね下がってきてたっていうことがあったんでまあ、ちょっとそっちのですねなかなかインフレが終わりそうにないコア の方が伸びてきてててきるるっいいうこととで市場は警戒をしてるとねただですね、今一番、市場が首かしげているのはですね、この期待インフレ率だと思うんですね。これ、あの、インフレヘッジ債っていうのがありまして、そのインフレを折り込んだ債券になるわけなんですけど、それの利回りと普通の債券の利回りの差を取ってやったやつっていうのが、まあ、いわゆる、インフレを市場が折り込んでいる率だよねっていうことで、このブレイクインブインフレーションレートっていうものになるんですけど、それがですね今、今2.48%っていうことで、で、一時期までですね、これはまあ、5年先のですね、 インフレ率っていうのを織り込んでいるやつになるんですけれども、一時期まで3.5%とかをですねあの北インフレ率超えてたんですよね、まあ、それもそのはず、ロシアにがですねあのウクライナに侵攻します、小麦だったりとかコモディティがですね出荷できなくなります、油が制裁でですね届かなくなります、天然ガス、どカ上げします、何もかも上がりますっていうところで、ですねこの北インフレ率っていうのがド、まあ、はねしてたわけなんですけれども、今ど、どうなってるかというと、ですねもう今、2.5%まで下がってきて、普通の状態にもう全然戻ってきちゃってるんですよね。 で、まあ、フェデラルのですね、その誘導インフレ目標っていうのが、まあ、大体2%ですから、それは2%より高いというところではあるんですけれども、ただ、もしもこの北インフレ率っていうのが、ここまで、その市場がですね、あの、インフレ率っていうのが下がるっていうのを織り込んでいる中で、さらにですね、その引き締めをですね、めちゃくちゃやる必要があるのかどうかというところですよね。見るべきはですね、アメリカの大統領選だと思うんですよね。あの、特に、べあの、アメリカの中間選挙なわけですけれども、どういう状況かっていうと、まあ、バイデンさんのですね、この プルバル、つまりそのバイデンさんがあを再度投票しますよっていうふうに言ってる人っていうのが大体いい42%ぐらいで、まあ、バイデンさんにされると困るよねっていう人っていうのが53%なんでこのままいくとですねバイデンさんはその中間選挙で大量のです、ね、議席を失うっていうことになっちゃうわけですねで今の金利市場を見てるとですねその金利の利上げっていうの,あの、まあ、フェローチャー見られた方はたくさんいら,っしゃあのいらっしゃると思うんですけれども大体ですね11月ぐらいまで利上げの方が急速に進むってなってますよねでそこからですね 売上げの速度があの下がっていってで、23年の例えばまあ5月とかですね。6月ぐらいから利下げの方に変わっていくっていう風なですね。あの姿っていうのを見てる方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、じゃあ11月に何があるかって言ったら、これも中間選挙のわけですよ。つまり、中間選挙に向けてバイデンさんが得票を稼ぐために何をし。ないか とといいいけないかっていうことを考えた時に今一番でですすねね市場がが問題視しているもっっと言うとたのがです、ね、そのそインフレ率だ、ったわけですねただただ考えてみたら、あの、自分が言ったみたいな、じゃあ、期待インフレ率がどうとかですね、っていうようなことを、普通にですね、生活している人だったりとかっていうのが考えるかって言ったら考えないですよね。自分も例えば親戚にですね、あの、期待インフレ率がどうのこうのなんていう、言うことないですから。つまり、普通の人にとっては何の関係もないわけですよ。じゃあ、何が関係あるかっていうと、それはもうガソリンなんですね。ガソリン。 アメリカはガソリンです。 だって、あの、車を動かさないとどこにも行けない国ですから、ガソリン代がですね、3ドルから4ドル、あの、1ガノあたりの値段がですね、3ドルから4ドル、4ドルから5ドルみたいに上がっていくとですね、如実にそのガソリンにですね、そのお金を吸い取られるんで、他に使える額っていうのが減っていくわけですね。呼吸をする呼吸代みたいなものなんですよね、アメリカにとってのガソリン代っていうのは。っていうことは、そのガソリン代が上がると、みんなの不満が溜まるわけです。ということでですね、ちょっとこちらのチャートっていうのを皆さんと試合していきたいんですけれども、このですね、えー、ろソク足はこれガソリン代です。ガソリンの先物です。はい、こう書いてます。 けどねニューヨークのガソリンの先物になるわけですけれどもこれをいくつかですねちょっと試してみたんですけれども一番ねハマるのはですねこれ100日の移動平均線ですねはい100日の移動平均線あの何の変哲もない移動平均線ですガソリン先物の,の値段に100日の移動平均線っていうのを載せてやったものがこちらになるんですけれどもであのバイデンさんのですねアプリバルレーティングっていうのをちょっと見てってやると要はですねあのこの辺見てやると大体ですねしばらく52%ぐらいでですねずっと踏みとどまってたんですけれどもそれがですねあの一気にガツ ちょっと抜けたタイミングってっ,てて、ね、っていうちががじゃあ、この起点ですよね。これがいつぐらいかっていうと、53%つまりそれまで保っていた、均衡を保っていたボトムの部分っていうのを抜いてしまったところっていうのがですね、どこかっていうと、ガソリンの先物がですね、ちょうど2ドルを超えたタイミングですね、移動平均線の方ですけどね、えー、ガソリンの先物が2.00ドルを超えた段階で、支持率がですね、 ガクッと下がり始めましたでその後、バイデンさんの方の支持率が50%を切ったタイミングがどこかというとこうなんです、ね、こここからですねバイデンさんの長期低迷が始まるわけですね。で長期低迷が始まっていく理由というのは、別にバイデンさんが何やるかじゃないです。つまりガソリン代がどのぐらい上がるかなんですよ。で、そのガソリン代がですねこうぐーっと上がっていったもんですから、その期間、バイデンさんの支持率っていうのは下がりに下がって。 直金で、で,直近で,ですね底値をついたのがですね37.5%という支持率まで下がったんですけれども、そのタイミングがですねどこと一致しているかというと、要はその100日の <laughs> 移動平均線のガソリンのですね先物の,の100日の移動平均線がですねこう下り始めたタイミングなんですね、これが下り始めてから、バイネサンさんの支持率というのは回復して、今40あーごめんなさい43%まで回復してきているというところになっているわけですね。じゃあ、なんでインフレ対処しないといけないかというと、別に経済がどうこうじゃないんですよ。あのもっと極端なこと といったらねガソリン代を下げるっていうことをしないと支持率がですね稼げないわけですよ。っていうことで、そのインフレ対策っていうことで、まあ、あのいろいろありましたね、ガソリンをあの下げるためにね、サウジに行きました、あなんかグーグーで大使とですね、こうやって散々批判されたりしましたけれども、あと戦略備蓄も出すようなこともしました、いろんなことやって、とにかくガソリン代を下げないといけないと。なんでかっていうと、その支持率に直結するから。っていうことは、インフレ対策っていうよりも、つまりそのガソリン代をどう下げるかって話だったんですね。でそのガソリン代の方が、今、100日の移動平均線をです、ね、こう突っ切ってですね、 もう完全にですねもう下落の途中にいるというふうな状態になってまして単なるテクニカルな話ですけれども移動平均線っていうのはあのこの値段を追っていくもんですからこの移動平均線よりもですねこのねガソリン代が下にいる限りはですねこれ下向いていくわけですよねということは下向いていく限りはバイデンさんの支持率っていうのが下がることはあんまないわけですよじゃあこれ以上金利をまあそれは上げると思いますよ上げると思いますけれどもじゃあこれ以上金利を上げるってなるとどうなるかっていうと1すでにガス代ガソリン代ね は 下がっているということで、まあ、店頭のガソリン代がですね、だいたいま、4ドルを割り込むとですね、こうみんなインパクトがあるわけですよ。おー4ドル割ったーみたいな。ところが、4ドルを割ってですね、それが3ドル99がですね、3ドル95になろうと、3ドル90になろうと、みんなあまり気にしないわけですよ。それが例えば2ドル90になるとかっていうと、また支持率っていうのは上がると思いますけれども、さあここまで行くにはですね、だいぶ原因がですね、下がらないといけないという話になってくるんで、それはさすがにですね、だいぶ 先になってくるわけですねということでいくと、今からそのガス代をです、ね、さらに下げるっていう,ふうなことをしようとし,しても、あんまコスパが良くないんです、あの投票率を稼ぐためにね、それよりインフレ対策をやりすぎると、今度は株価が下がるんで、その株価に関していくと、あの日本だとです、ね、その株式の保有率っていうのが、1、まあ、トしかないですけれども、アメリカはです、ね、あの家庭のです、ね、株価の保有率っていうのが、日本と比べて3倍か4倍ぐらいあるんですよね、かなり高いんですよね。とととということにななるるる株価が下が下 率が下が下るわけです当然そうですよね持ってる株が下がったらみんな何してんだっていう話になりますから。っていうことでいくとこれ以上ですねその利上げをあのするとは思いますけれどもこれ以上急速な利上げをやって。 で、経済を冷やして株価を下げるリスクを犯してまでインフレを抑えることを今のバイデン大統領がやりたいと思ってるかっていうと、やりたいとは思ってないでしょうね。やりたいとは思ってないと思います。あの、先日、あの、ハンドレッドミ m i っていうあの番組があって見ましたけれども、まあ、インフレに対してですね、 断固たる処分をしようというななことは言ってないです、ね、いのすや、それはそれは先月までに比べて大して上がってないのに急に上がったみたいなこと言われても困るよみたいなね。まあ、そういうような言い方をしてたんで、あの、インフレに対してですね、対処を、断固たることをしようというふうなメッセージは出てないですよね。利上げだったりとかの政策を決めるボスの都合だったりとかっていうのを考えたときに、今そこまでですね、利上げをすることによって支持率が上がる。 といいいう風になななってて以上を、まあ、あんまりコスパとしては良くないですねこういう言い方をするとすごくそのじゃあ選挙をですね何だと思ってるんだっていう風な話になるかもしれませんけれども、まあ、基本選挙っていうのは受かってなんぼなんであの受からなかったら単なるおじさんなんでねもうあの日本でも一緒だと思うんですけれども結局選挙にですねあの今投票率っていうのがどん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 下がってますけれども、まあ、そうなるとどうなるかっていうとあの投票してくれる人のところにですねベネフィットが全部いっちゃうわけですよ当たり前ですよね。あの税金画面あの税金の配分ををどううしようかって考えたたに票をくれる人たちのところに 金をやろうだからまあ、それとですね、同じことが、まあ、やっぱりアメリカでもですね、当然起こるわけなんで、そこからすると、まあ、今の現状からですね、あの、ある程度ガソリン代が下がっている状態で、これ以上ですね、利上げの方を、旗をですね、ガチガチに上げて、株価を落とすっていうことを、今の大統領がしたいと思ってるかというと、そうは思ってないでしょうね。だっただ、まあ、あんまりバイネンさんですね、その先のことまで考えてなさそうな感じなんで <laughs>、あのまあ、多分株価が落ちて、 なんか言われたら動くっていう感じになると思いますけどね。あの、事前に動くっていう感じじゃないと思いますけれども、ここまで利上げをする必要があるのかみたいな話っていうのは、私実がですね、落ちてくれば当然出てくる話なんで、ちょっとそこを見といた方がいいのかなというふうなところかなというふうに思いました。はい、ということでですね、えー、まあ株価、ビットコインはどうなるかっていうことで、当然やっぱり株価も下がればビットコインも下がりますし、株価があれば、上がればですね、今ビットコインも上がるっていうふうになってますんで、やっぱりビットコイン見る人は株価見ないといけないし、株価見る人はビットコイン見ないと、ね、いけないっていうふうになってますけれども、まあ、あとはビットコインの内部がどうかであったりとかですね、まあ、そうは言っても金利動向がどうであるとか、あとはまあど ドルの量ですよねはいドルの量がどうなんであるかとかですね、あとは縦玉であるとか、あとはとにかく短期のですねトレーダーが今、面白いですね、はい、短期のトレーダーっていうのは特にそのでっかい金額を動かしている人ですね、あのちまちました金額じゃなくて、あのめちゃくちゃでかい金額を動かしている人たちっていうのが取引している市場っていうのがあるんですけれども、それの玉っていうのがね、あの動きとは結構裏腹な動きをしているのでな、まあ、なかなか面白かったりするんで、まあその辺も見ながらあのビットコインの方にこう外堀を埋めていくような感じをね、はい見ていくっていうのも今ありなのかなということで、ちょっとクリプト通信のね、 続編の方ではその辺もやりますし、CME のですね、縦玉動向であんまりみ、みんな見てない方法っていうのがあるんですよ。結局ね、市場がどん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 進んでるんで、えー、ちょっと新しい見方をしてやると、ああ、面白いのがあるなっていうのがあったりするんで、まあ、その辺も見ていってやるとですね、ちょっとビットコインの動向だったりとかを、値段だけではなくてね、その内部の動向だったりとかっていうのを見てやることで、他の人とは違う目線っていうのが持てるのかなっていうようなところがありますので、それを最後にね、やっていこうと思います。ということで、まず、あの、ご興味のある方はね、続編の方を見てみていただければというふうに思います。はい、ということでですね、こちらの方は、9月 FM MC で大幅利上げになるか株価はビットコインはということで、えー、ですね、はい、お送りしてみましたありがとうございました。します <music>